ポイントを3つにまとめてみました。皆さんこんにちは、ビーンスケです。今回紹介するのは2020年11月25日に発売しましたこちらのジェットストリームエッジ3を紹介していきたいと思います。本日発売ということで文房具店の棚から購入してきたんですが、割とケースが傷んでる感じがします。特徴が書いてあるんですが、ちょっとわかりづらいので後でまとめて紹介していきたいと思います。それではこちらを開封しまして、こちらの製品のポイントを見ていきたいと思います。こちらはブラックを購入したんですが、カラーラインナップがこういった感じの5色展開となっていまして、ブラック、ホワイトレッド、ツートンターコイズ、ツートンレッド、ネイビーの5色となっているんですが、ツートンレッドとネイビーについては限定カラーとなっています。はい、それではこちらの製品の簡単な特徴なんですが、ポイントを3つにまとめてみました。1つ目が、回信についてはジェットストリームエッジの単色と同じ回信となっています。ちなみに回信については 0.28、0.38、0.5、0.7、1.0、全て互換性があります。念のために単色ペンも用意してみましたので、回信をチェックしてみます。はじめにジェットストリームエッジ3、続いて単色ペン、はい、上が3、下が単色ペンなんですが、全く同じ回信です。回信は差し込むだけで戻すことができます。ねじ込み式でないところがまたいいとこですね。次に2つ目の特徴なんですが、スピロテック機構ということで、言葉だとちょっとわかりづらいとは思うんですが、回信を上部のネジで切り替えることができるんですが、ねじるとこういった形になっていまして、常に一定の位置に回信が来るようになっています。こちらは旧製品のジェットストリーム3なんですが、旧製品ですと回信を変える際はですね、それぞれが伸びるだけで、ペンの先端で歪んで色を変更する仕組みでした。ジェットストリームエッジ3については一定の場所で回信を変更することができますので、単色ペンと同じような感じで安定した筆記をすることができます。最後に3つ目のポイントノーズ形状ということなんですが、ペンの先端を見るとこういった形になっていまして、ちょうど真ん中ではないことがわかるかと思います。先ほどのスピロテック機構と合わさって、常に同じ位置でペン先を出すことができるので、組み合わさってより安定した筆記をすることができます。初見で見るとデザインがあまりよろしくないなぁなんて思ったんですが、内容を聞いてみると腑に落ちた感じがします。次にこちらのペン自体の特徴なんですが、もうすでにやってしまったんですが、回信の変更がですね、上部のダイヤルで変更することができます。上部から見るとこういった感じになっています。それと丈夫なワイヤークリップがついていまして、先端はポイントチップとなっています。それではノートを使って書いていきたいと思います。はじめは黒、続いて青、最後は赤。はい、こんな感じで書くことができました。アップで見るとこういった感じになるんですが、赤が少し最初の出が悪かったので、この辺が少しかすれてしまっています。次に多機能ボールペンにありがちなペン先のガタつきなんですが、やはり単色ペンと比べると若干ペン先はブレます。こちらが3で、次にこちらが単色ペン。従来品の多機能ペンのようなガタつきはないんですが、やはり少しだけペン先がふらつく感じはあります。はい、ということでこの動画は以上になります。2020年の11月25日にジェットストリームエッジの3が登場したので購入してみたんですが、バランス自体はかなり整っているものの、ペン先に少しだけブレは感じました。ただペンについては 0.28mm が3色使えるということで、今までになかったような細さを味わうことができますので、興味がある方はお近くの文房具店で探してみてください。それではこの動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。